野球世界一を決めるワールドベースボールクラシック WBC の日韓戦で勃発して旭日旗問題がサッカー界にも飛び火した。10日に日韓戦が行われた東京ドームで旭日旗を掲げて応援する観客が登場し、韓国メディアが一斉に報道。韓国野球委員会、クボが、大会を主催する WBC 組織委員会、チに対してすぐさま抗議を行って大きな波紋を呼んでいる。そうした中、韓国では騒動が拡大している。韓国メディア、ニューシスは、東京ドームに旭日旗が登場したことで、韓国広報専門家のジョギョン特精神女子大教授が WBC 側に抗議メールを即座に送ったことを明らかにした、と報道。助教授が11日に自身の SNS で旭日旗による応援を禁止するよう WBC に対して求めた抗議メールの内容を明らかにした。さらに助教授は、FIFA 国際サッカー連盟は、カタール W 杯で日本側のサポーターが繰り広げた旭日旗応援を即時制止したと持論を展開。FIFA は旭日旗の応援を禁止するという規定を定めてはいないが、サッカー界で旭日旗使用が禁止だということを既成事実化させる動きに打って出た。WBC でも旭日旗の応援を必ず禁止させなければならない、と助教授は強調し、韓国でも物議を醸している。WBC の日韓戦での旭日旗問題がどのような展開を見せるのか注目が集まる。